テモ韓国語のアンバサダー講師になりました。韓国人が言ってることがわからない、そして今時の韓国語がわからない、それはですね一つの差があります。実際聞いたことないのが当たり前なんですよ。辞書にどんだけ検索しても出てこない。でもなぜかこのテモを使うことで上級者になる人が間違いなく増えると私ジンは確信をしています。皆さんこんにちは、ジンです。今日はですね皆様にとてもいい韓国語の勉強の本があるので紹介したいと思います。前に私がテモ韓国語の初級編皆様に紹介させていただいたと思います。あの時にテモを私がおすすめした理由はですね、実際韓国で使っている表現、そして一つずつ丁寧に教えてくれる、初めて韓国語をスタートする人が無理なくついてきてくれるような丁寧な説明、そして分かりやすい構成などがとても良かったので紹介しました。このテモからですね、今回韓国語会話に向けてドラマで勉強する韓国語のテキストがリリースされました。韓国語を勉強しても伸びないっていう人がたくさんいると思います。まず韓国語の勉強を楽しく始めた方はそれはそれで成功なんですけど、その次どうしても会話につながらない、韓国人が言ってることがわからない、そして今時の韓国語がわからない、一体何を見れば勉強になるのかがわからない、様々な理由で皆さん戸惑っていると思います。そうですね、皆さんは実際毎日韓国語何かしらの場面で使ってると思うんですけど、例えば韓国のインスタントラーメンとかが見えた時に読める、お店の名前を見た時に読める、でも実際喋れない、ドラマを見ましたサーランヘ言ってるけど実際使える相手がいない、などなど皆さんが勉強しても実際使えない韓国語がたくさんあるんですよね。そうやって時間が経ってる中で私の娘のぴょぴょぎはどんどん伸びていて、今ほとんどの韓国語が分かるようになりました。それはなぜでしょう。ぴょぴょぎが皆さんより勉強する時間が長いですか。ぴょぴょぎが皆さんより新大久保にたくさん行ってますか。ドラマを見てますか。違うよね。ぴょぴょぎは皆さんより2倍寝て勉強する時間もなく、韓国語の本を1秒も読んだことがないんですけど、なんで韓国語が理解できて言えるようになったんでしょうか。それはですね一つの差があります。皆さんは韓国語の勉強をしてます。ぴょぴょぎは韓国語をしています。そうなんですよ、この勉強だけで終わる人、そして韓国語を本当に使う人、残念ながら世の中のほとんどのテキスト、そして講座は韓国語勉強にフォーカスをしています。しかしこのテモはですね、皆様が韓国語勉強、そして韓国語も教えている素敵な本を発売したんですね。それがじゃじゃん、こちらです。韓国語ドラマ編です。立場韓国ドラマというテキストです。皆さんがドラマで勉強しようとしても、有名な芸能人が出るっていうのはすごいいいんだけど、そこで本当に勉強になってますか。うわヒョンビンかっこいい、パクソジュンかっこいいにはなるけど、かっこいいで終わってませんか。なぜか1話は勉強しようと思っても2話からは韓国語を見ずに芸能人の顔しか見てないんじゃないですか。そしてそのような様々なドラマ著作権とかがついていて、 YouTube のライブで実際活用はできなかったり、どうしてもターゲットがグローバル的になっているので、正しい韓国語を使わないといけないので、現実的に使っている韓国語が少ないっていうのも事実ですね。しかし今回テモで出しているドラマはですね、 YouTube でとても人気のウェブドラマのチャンネル、チャルブンデボン、そしてソクフィルム、サクフィルムのドラマを使うことができました。このドラマの特徴はですね、若い子たちがたくさん出ます。その中で見てるだけでも韓国人の表情、メイク、ファッション、飲み会、上下関係、彼氏とのワクワク感、友達との葛藤など、いろんな状況を勉強することができますね。なので皆さんが実際韓国に行かなくても、まるで韓国にいるような体験をすることができるんですよ。そこで出てる言葉も昔のドラマとは違いますよね。昔は나는너를사랑해、오빠보고싶어요、このような実際使うのには、うわなんかちょっとねくすぐったくて恥ずかしくて使えないことはたくさんあって、意味自体は通じるんだけど、それは韓国語ではなくて韓国語勉強だよね。しかしこのドラマを見ると、자만추、인만추、군피로빠、아재、게이드、영접하다、신상、このような聞いたことない韓国語がたくさん出てます。実際聞いたことないのが当たり前なんですよ。辞書にどんだけ検索しても出てこない。今の若い子は辞書に出てる言葉よりこっちの単語をたくさん使ってるわけなんですよね。韓国に1年1
回入るだけでもついていけないぐらい韓国の文化はどんどん進化してトレンドに合わせて走っています。我々が日本でどうしてもついていくとはできないですよね。有名なドラマーのプラットフォームでドラマを見るのも1年2年3年の前のもの、ずっと日本では1位になってるから、これを見ればこれが韓国語の文化だという方多いんですけど、実際違います。リアルタイムで韓国で使っている単語を皆さんが日本の自分の家そしてカフェで勉強ができるので、今はこんな素晴らしいドラマを見ながら実際勉強することができるんですよね。皆さんもね、これからテモの立場ドラマで勉強して、韓国語の勉強ではなく韓国語を使うのはいかがでしょうか。間違いなく半年ぐらいで喋れるようになると思います。テモの構成ですね、今回出されたものはこのパッケージ、初級のパッケージが入ってます。なんか最初からドラマ見て理解できないんだけど大丈夫、あ、なんか難しそうだ、これは中級上級のものだ。確かに勉強の観点から見ると基礎がないと中級上級からスタートした方がいいかもしれないんですが、ぴょぴょぎは韓国語上級者ですか、皆さんより単語を知らなかったただの赤ちゃんだったんですよね。それでも中上級者のレベルの韓国語が使える理由は会話をしているからなんですよね。なので初級者の方がドラマで韓国語を勉強するのはとてもいいことだと思います。まずドラマで勉強するテキストが全部で10冊、緑色と青色5冊ずつになってます。これはドラマの種類によって分けていることになります。一番最初からドラマのフレーズが出ます。これだけ見るとうわ難しいっていう方がいるかもしれないんですよ。화장지우기에는뭔가아쉬운그런날、これめちゃめちゃ韓国で自然に使う言葉なんですけど、じゃあまず勉強の順番、まずドラマを全部見ます。共感したり泣いたり笑ったりしながらドラマを見て、その次にこのテキストを見ると一層わかりやすいのかなと思います。その後にですね、まず韓国語そして日本語が書いています。そして今日のパターンっていうのは本当に一つのフレーズだけを出します。どんだけ長くても一つのフレーズだけ、기에는뭔가아쉽다、実際にドラマで使われたフレーズ、기에는뭔가아쉽다、これをね、皆さんが実際どこに当てはまるのかをチェックをしてみるんですよ。기에는뭔가아쉽다、あれだでは終わらなくてうんで終わってる、でもここまであるっていうのはわかるよ。これは韓国語がわからなくてもここだけにこのフレーズが入るよねっていうのは皆さんわかるんですよね。このパターンを学習をさせるんですよ。ここの意味がわかれば他の単語を変えても全部意味が通じるから、ここだけを抜粋して勉強させるんですよ。本当に韓国人が使うフレーズを皆様に勉強させるので、聞けば聞くほどたくさんの文章が自然に作れるようになります。기에는뭔가아쉽다、ボンガを直訳すると何かという意味になります。このように直訳をした時の意味、韓国語のネイティブがよく使う表現でもあります。物足りない、惜しいという意味の形容詞であるアシップタを使うという説明をしながら、その単語を活用するために必須な文法を本の下で教えています。その都度都度出てくる動詞形容詞の活用を教えてくれるので、一番最初から全ての活用を勉強してからとかの手間がかからなくなります。本当にこのフレーズで使う、その都度都度勉強することによって逆に今忙しい現代社会人はとても勉強しやすいですよね。さらに素晴らしいのはその次の段階でパターンの練習をさせるんですよ。パターンは一緒なんだけれども微妙なニュアンスの違い、逆に韓国で同じ単語なんだけど日本語ではより伝わりやすい単語に変えるんですよね。豊富な日本語を使ってるのがテモの特徴でもあります。優秀な先生たちがたくさんいるので日本語の表現も豊かな本なんですよね。ここで言うアシプタっていう表現は名残惜しい、その次のパターンでは少し残念、これが全てアシプタっていう形容詞一つでたくさん出てくるパターンの練習ができるんですね。私の韓国語講座そしてライブが評価される理由はですね、その使えるフレーズその中に自分が単語をスイッチするだけで使えること、そのフレーズを教えてるのがすごい評価されたんですけど、この本の素晴らしいところは必ずここで当てはまるぴったりな単語を入れてくれるんですね。ジベガダ、ヘオジダ、ジュムナダ、たくさんは入れない、3つだけ出すことによって皆さんが組み合わせて自分で作りやすくサポートをしてくれるんですよ。그냥집에가기에는뭔가아쉬워요、그냥헤어지기에는뭔가아쉬워요、그냥주문하기에는뭔가아쉬워요、このように実際皆
さんがその都度都度勉強した一つの文法、そしてこのテモでサポートで教えてくれる単語を活用して変えることで、たくさんの文章が簡単に作れるようになります。その次、シチュエーションの会話。実際会話を聞いて勉強したいよっていう方が多くて、私韓国で本当に店員さんと喋ってるその動画を見て皆さんがたくさん勉強してるんですけども、一つのドラマ、そしてそのドラマをテキスト化にしてる会社は少ないので、そのシチュエーションの会話、すでに皆さんが動画を見たことがあるので少しは頭に残っている。それをもう一度思い出させるためのシチュエーション会話がここに書いてあります。本当に必要なところだけが書いてあるので、そして皆様がこのフレーズを勉強してくださいっていうところだけ色塗りされているので、見つけやすい、勉強しやすい、簡単。こうやって勉強したらもうすでに1日が終わります。でもそれだけでは自分がどのぐらい韓国語を覚えてるのかわからない。テストをしてみたいということで、その次の勉強の順番なんですけど、ワークブックをまた出してます。それスタディノート、この中に先ほど教えた文法ですね、何々기에는뭔가아쉽다っていうことで日本語が書いてあって、ここに皆さんが韓国語で書いてみて、実際それが使えるかどうかっていうのが分かります。日にちごとにプランがあるんですけど、これはノートですね。自分がチェックしてほしいもの、勉強したフレーズを使って自分が日記を書いてみたりとか、今日のタスク、例えば朝起きて1回聞いたとか、動画を1回見たとかっていう、皆さん自分がやったことをチェックしたりするのができるので、これはね、テモの韓国語の会話の勉強のために作ったノートなので使いやすいのかなと思います。それでこの1冊が5日間勉強すると終了になって、本当に1週間1冊ずつで終わるっていう感じですね。テキストの勉強、そしてテモのオンラインでより具体的な説明をしている講師の講義まで勉強したら、学習進度チェック表っていうのがあるんですね。ここに日付を書いて、テキスト、そしてワークブックとオンライン講座まで終わったらステッカーを押して終了。自分がどこまで勉強したのかより分かりやすくなります。そして後半、この青色のですね、これソクピルムの YouTube のドラマなんですけど、ここは会話の勉強だけではなくて、皆さんが実際その韓国語をまるで作ってみたような、そしてその人たちのセリフ、仕草まで勉強することができるんですね。この本素晴らしいと思うんですよ。これは実際の台本です。こんな注意が書いてるんですよ。このシナリオブックに出てくる韓国語表記はより自然な日常会話を描写しているため、実際の表記法則とは異なる場合があります。こんな素晴らしい本ありますか？皆さん、文法、そして正しい表記よりは今使っている標準語、そして若者言葉、トレンドな韓国語を自然な会話が書いてあるよっていう注意書きですね。これは素晴らしいと思います。そしてこれ書いてあるんですよね。발랄한음악과함께공원산책길을따라걸어오는도미와미네의벤치쪽으로걸어온다하つらつな音楽とともに公園の散策路に沿って歩いてくるドミとミヘ、ベンチの方に歩いてくる。このように描写が書いてあって、コードが見えるので、文書的な言葉も勉強ができつつ、その次にどんな表情なのかを想像しながら皆さんが勉強することができるんですね。대박、월요일부터휴강이라니설레는눈빛。근데우리뭐하지、설레는눈빛、ワクワクする目つきっていう意味なんですよ。そわそわしている。これはもう文書的な言葉なので勉強しやすいですよね。実際に韓国に行かなくても、あえて変な出会い系サイトで人に会わなくても、リアルな韓国語が勉強できるテモの価値はドラマのテキストが現在10万円台や2万円台で買うことができます。それでもわからないよ、初心者どうすればいい、前の勉強のスタイルの韓国語の初級の文法からもやっぱり勉強したい、どうすればいいですかっていう方がいると思うんですけど、心配しないでください。걱정하지마십시오。このパッケージ2万円で買えるのに、この初級の全ての本を一緒にもらうことができるんですよ。これが全部で2万円ぐらいですね。素晴らしいと思いません？さらに嬉しいお知らせ。私、ジンが皆様にたくさんの愛をいただいたことによって、テモさんからテモ韓国語のアンバサダー講師になりました。ありがとうございます。私のチャンネルをご覧になっている皆様への私だけの特典なんですが、さらに1000円割引ができます。 JIN1000 JIN1000 を決済の際にクーポン入力をすることでさらに1000円割引ができます。なのでなんとこの全ての本が1万円台で購入することができます。すでに私と一緒に、テモを勉強されている方、すでに初級の本は持ってるのでドラマの本だけを買いたいんですけどっていう方はもちろんこの中にはたくさんいると思います。大丈夫です。立場、ドラマ、テキスト、
単品で購入することももちろんできます。その単品で購入される方も私のクーポンを使うことができますので、ぜひご購入ください。韓国語を勉強してる人はたくさんいます。ただ上級者になる人は本当に少ないです。でもなぜかこのテモを使うことで上級者になる人が間違いなく増えると私ジンは確信をしています。これからも役に立つ動画、そして役に立つ勉強、皆様に役に立つ商品を紹介するために頑張ります。現在お安く購入できるキャンペーン、そしてジンのコードでさらに割引ができるこのチャンス、見逃しなくチェックしてみてください。